やりの戦いは、戦国時代に、阿波国の名東軍、黒田やりにおける、三好十九と、久米義弘の戦闘。やりの合戦ともいい、久米義弘らによる、細川持高のあだうちという側面から、やりの犠戦、あるいは、三好氏に対する、久米義弘らの反乱という意味で、久米野の乱とも記される。阿波細川家の当主で、勝水城を居城としていた。 細川持高は、道場で実権を握る三好十九と確執が深まり、死に追いやられた。三好記によると、細川持高は、相撲見物に招いた席で、三好十九を殺そうとしたが、相談相手の武行、篠宮与吉兵衛が十九に密告したため計画が、露見した。十九が三千の兵を集める一方、持高の手勢は馬回り百余りに過ぎず、 持ち高は憲章時で援軍を募るが、呼応する勢力はなく、天文21年8月19日に持ち高は自害、持ち高の家臣だった星愛、江門と、蓮池清介が死亡した。この結果、持ち高の子である、細川正幸が、あわやかたとなった。柴原蔵本佐の須賀野田山へ、黒田槍城中、富川正水一宮七味吉宝と久米宝の、 白柴原城の城主である、久米義弘は、妻が細川持高の妹で、娘が三好十九の妻であったため、両者と隕石関係にあったが、最終的には三好十九を打倒しようとした。三好記によると、久米義弘は、細川持高のあだちを決意し、親しくしていた近隣の城主たちである、小倉重信、佐野平名、野田倉之助、 日記交渉らと計画を練った。後日、小倉重信が勝水城を訪れた際、実球の警備が数十人と手薄だったため、これを柴原の久米義弘に伝えると、その日のうちに柴原城に2000を超える兵が集まった。一方、実球側もこの動きを察知し、勝水城には町人も交えて2000の兵が集められた。久米義弘は、 一宮城の小笠原聖介の妻が実級の妹であることに着目し、彼女を人質に取るため、芝原城から近い勝水城を、あえて無視して、一宮城を野襲した。小笠原聖介は、家臣の木村を守るに救出され、逃げ延びたものの、一宮城は門を破られて落城し、妻と娘は人質となった。三好記によると、この後すぐに、 淡路島の野口即守グが、千の兵を引き連れて三吉方に合流した。それに加えて、実球は、神氷からも援軍を集め、中富川に二千の兵を出した。一方の久米法は、川を挟んで、黒大ア場に陣を敷いた。すると、実球は、久米法の兵数が少ないと判断し、どかして、兵を黒大ア場に進めた。この戦闘で、 野田倉之助と野口則守は戦死し、久米法の上司たちは全員戦死にした。昔あわ物語によると、三好法の兵三千に対して、久米法の兵は六百であり、久米方は包囲されて全滅した。三好記によると、細川持高の妹は赤松氏に嫁いでおり、槍場の戦いの後、久米義弘の維持は赤松氏を頼って、張馬国の赤松間へと落ち延びた。 昔あわ物語によると、あわやかたの女性は、赤松春政である。また、八塚焼きでは、久米義弘の子、久米義政が張リに逃れた後に、八塚政正勝の家臣となり、天正十三年の四国攻めで、当時は、長祖壁方だった、一宮城の攻略に参加し、断水による水攻めを進言したとしている。平島殿先祖並細川や三好家覚によると、 足利義冬を阿波に受け入れたのは、細川持高であり、勝水事件以降、足利義冬と三好十九の関係は悪化し、義冬は工事元年の春、阿波を出て、諏王国の大内氏の下に身を寄せた。そもそも、細川持高の制裁と足利義冬の制裁は姉妹であり、二人の父、大内義沖はかつて上落して、足利義種を将軍に戻した実績を持つ。 しかし、大内義雄の子、大内義隆が、天文二十年の大明寺の変で死亡たことで、すでに、大内氏は事実上滅亡しており、この時の大内氏の名目上の当主、大内義長は、大友義重の弟で、足利義春、義照夫氏から変記を受けた人物である。さらに、二年後の工事三年の春、毛利元成の進行により、大内義長が自害し、 大内氏は、明日ともに滅亡した。現在の徳島県徳島市国府町、東黒田浅槍場には、古戦場跡として、江戸時代から石碑がいくつか建てられている。天正7年に、岩倉城の三吉康と白らが、土佐国の長我部氏に寝返った結果、援軍に来ていた三好方の重臣が多数、戦死するという事件が発生した。矢野市悟垣によると、この際に、 矢野国村は、ひとし小日向守に撃たれた。その後、長我壁方が東に進軍したので、矢野虎村ら見好方も兵を出し、大川を挟んで黒田村と中富村に布陣した。この時、両軍が川端で槍を合わせたので、槍場という地名になった。ありがとうございます。